はい、ケンさん TBS、本日は、じゃんということで、フリーコモンワイルドライブ XXS、シテラバイト、を購入しました。あんまし僕はね、見たことがない、メーカーのドライブだったんですけど、これね、なんと1万5000円ぐらいで市場に流れてるハードディスクなんですが、山田電機さんで、年度末、3月は年度末ですね、1年間の。なので、そのセールを兼ねてたのか、1万5000円台だったものが、山田電機だったら1万7000円ぐらいだったかな、だったものが、なんと、9800円で売ってました。で、僕は、先ほど紹介した、YMAX ルーターの買った時の購入割引特典で3000円引きになったので、6800円で買いました。これ何に一番惹かれたかというと、とにかくちっちゃい 2.5 インチのハードディスクドライブ、外付けストレージで世界最小と、2009年って書いてあるので、ひょっとしたらもう抜かれちゃってるかもしれませんが、 1TB ですよね。 1TB、自分の今までの記憶でたどってみると、ちょっと今これ線が繋がってますからね、見せることなかなかちょっと難しいですけど、見えるかな、ちょっと見えないか、さすがに。ちょっとよし、ちょっと見にくいかもしれないですけど、さすがにちょっと見せるのは難しい。よし、これか。はい、普通ちょっとね、このぐらいの、ちょっと見にくいか、はい、普通だとこのぐらいのサイズ、グラストもこんな感じでね、相当でかいのが、今までのハードディスクの、通常の大きさでした。はい、今回、僕買ったのは、もうまず箱だけでもさっきよりもちっちゃいですよね。はい、ちょっとさっきの線ついてたんで、しっかりと測れませんでしたけど、なんと、じゃーん、こんなサイズなんですよ。こんな、これ1テラですよ。2.5。あれですね、多分こういうところのノートパソコンとかに入ってるような感じのやつですね。で、音も結構静かだし、で、肌触りがラバーなんですよね。これがなかなか僕ね、気に入りまして、これなんかちょっとおしゃれにこうね、フリーコムって書いてある、これがついてるのかもしれない。なんか結構有名なデザイナーさんが作られた、デザインされたみたい で、こういうちっちゃいケーブルで挿してつなぐと、先ほどのYMAXルーターと比べても本当に大きさ変わらないですよね。いやー、モバイル環境進んできました。で、僕はなんで今回これにしたかというと、もちろん安かったっていうのもあるんですけど、ハードディスクが増えて、ざっと数えても 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ざっと数えてもね、今ハードディスク11台ほど、ハードディスクマニアかというほどね、ハードディスクを抱えてます。で、もちろん、2.5 よりも 3.5 の方がスピードが速かったりとか、いろいろといいメリットとかがあるんですが、何分ちょっとね、せっかくディスクトップからノートに移ったとはいえ、つなげるハードディスクが大きいと、もうハードディスクだけでどっか移動するのにも大変だと、できればこの1個でね、済ませれたらいいなという今野望があったりとかして、もちろんね、でも 1TB 今の僕の持ってる容量的には、資産的には 1TB では収まらないぐらいの容量なので、これをタイムマシンか何かにね、使えたらいいかなと思ってます。すごい激安で価格したポータブル、ハードディスクのお話でした。それでは。